アンドレ・モーロワは、フランスの小説家、電気作者、評論家。本名は、エミール・サロモン・ビレルム・エルゾグで、ユダヤ系フランス人である。ルーアンのコルネイユ高等学校を卒業。アランに支持していた。第一次世界大戦には、英語通訳官として出征する。1918年、諸女作、ブランブル大佐の沈黙でサイレンス・ジュカーネル・ブランブルで、認められ。 イゴアランの哲学の通俗化を基本としつつ広い、教養、穏健な良識、柔軟な文体で、小説、歴史、評論、伝記を書いた。小説では、気候クリマ、血筋の巡りレセルクリデファミーユなどが知られるが、小説的伝記と呼ばれる作品、シェリーデン、アリエル、ウラビデシェリー、ディズレイリデン、ラビデジスライリーをはじめとして、バイロン、トゥルゲーネフ、 ボルテールなどの評伝が広く愛読された。イギリスの歴史、文学に詳しく、歴史作品、英国史、イストワールデール・アンリテールなどがある。1927年と1930年から1年間、アメリカに滞在し、1943年、米国史、イストワールデータユニーズを出版する。また、第二次世界大戦中は、ロンドン、アメリカにあり、フランス史、 イストワールデラ、フランスなどを発表した。一人目の妻は、オックスフォード大学で勉強する、ロシア人のジャンヌ・マリー・ワンダである。彼女は1924年に、敗血症で亡くなった。二人目の妻は、アナトール・フランスの愛人であったアルマンド・カイアベ、婦人の孫娘、また作家ガストン・アルマンド・カイアベの娘のシモーヌ・ド・カイアベである。ありがとうございます。